今日の中継はこれからが旬、こちらのぶどうです。私は今、加賀市豊町にあります加賀フルーツランドに来ています。こんばんは、杉本優里です。ここ加賀フルーツランドはもうとにかく広いんです。総面積が7万平方メートルということで、この地図ご覧いただくとお分かりいただけると思うんですけれども、とっても広いので、園内は向こうにありますバスでご案内してくれるんですよ。さあ、ではご紹介いただきます。社長の岸秀樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。岸さん、本当に広くてびっくりしました、はい、こちらではどれくらい何種類の果物があるんでしょうか。そうですね、今旬のブドウの他にイチゴやリンゴ、サクランボなど1年を通して5種類の、果物狩りができます。5種類の果物、そして今が旬のブドウということで、はい、今日のふむふむポイントこちらです、うんうん、はい、もぎ取る楽しさ、時間無制限、ブドウ食べ放題です。嬉しい、すごい、気になります。もう実っているブドウが、うん、はい、食べ放題、食べ放題です。最高ですね。これはいつから始まったんですか。これも今月の15日から始まったところで、まさに旬でございます。旬です。お腹いっぱい食べちゃっていいですか。はい、どうぞどうぞ。行きましょう。ということで、こちらに行きましょう。行っちゃいますよ。ブドウがたわわに実ってる。すごいよ。すごい、本当に近くに入ると圧倒的、うん、これは種類は何なんでしょう。こちらはデラウェアという品種になります。デラウェアというと石川県でいうと、はい、河北市の高松ぶどうが有名かと思うんですけど、うんうんうん、加賀でも作られてるんですね。そうなんですよ。ここ加賀市豊町でも約50年前からぶどうの栽培に取り組んでおります。なかなかの歴史がある。そうですね、ぶどう農家ばっかりが集まってる、ちょっ と、ユニークな地域になります、この本当加賀フルーツランドさんの周りにも本当たくさんのブドウ農家さん、ね、はい、いらっしゃいますもんね。さあ、ではいよいよブドウ狩り、もうブドウを食べ放題を楽しむということなんですが、うん、どんなブドウが甘くて美味しいのか、うん、ちょっと教えていただけますか。はい、ブドウはやっぱり、紫色にしっかり、完熟してって、うん、色の濃いものが美味しくなっております。紫の色の濃いものということで、はい、いいの選んでくださいよ。この子はじゃあまだまだということですね。そうですね、この辺がまだ若干薄いですね、はい、これがちょっと緑がかっているので、色がどんどん紫色になっていく感じになる、はい、なってきたら完熟してくるってことですね、はい、でちょっとこの手前にあるのが、はい、本当だ、全然違う、この子いい子じゃないですか。はい、とってもいい子だと思います、ね、色が濃いですし、でなんかちょっと白っぽくなってる。そうですね、こちらブルームといって新鮮なブドウの証拠です。こちらこうなってて、この色が濃いのが美味しいぞということで、はい、じゃあ私早速収穫をしたいと思います。ハサミね、お借りできますので、この部分を切るということで、あ、なんかもう針がすごいぞ。いきます、えいやと、あ、お、切れた切れた。台に乗らなくてもできるんですね。かなりのボリューム、ずっしり、すごい。じゃあちょっともう一個取ってみよう、はい、こういて、贅沢ですね。この子とかもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、いいと思います。じゃあちょっとこの子も切るのも結構楽々にサパッといけますよね、うん、よし、じゃあちょっとこのふさふさ、あ、もう見るだけで張りがあるのが分かりますね。そうね、粒がパンパンとしてる、はい、じゃあちょっとこっちの子いただこうかな、はい、うわ、粒が大きいよ。そう、粒が大きい、大好きなのでちょっと皆さんに見せますよ、うん、ほらほらほら、見て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 、あ、ちょっと果汁すごい、うわ、すごいすごい、もったいないもったいない、うわ、あ、一緒美味しいですか。甘い、あ、よかったです、ね、果汁すごいし、溢れますね。あとこの果肉感もしっかり、はい、めっちゃ綺麗、本当に取れたてな、めちゃくちゃ上手です、はい、美味しいと思います。美味しいです。これを時間無制限なくいただける、もうどんだけでも食べられちゃうんですよね、はい、で収穫体験もできてその場ですぐ食べられる、これは子どもたち喜んでるんじゃないですか。そうですね、これだけ一斉に実ってるブドウって、うん、なかなか畑来ないと見られないと思いますので、ぜひぜひお子さん、親子皆さんでお越しください、うん、食べきれない時とかお持ち帰りもできるんですか。はい、そうです、お好きなブドウを選んでいただいて係のものに渡していただいて量り売りもできます。ぜひ皆さんに美味しいブドウ食べていただきたい。そしてここ加賀フルーツランドはこのもぎ取り体験だけではなくってカフェもあるんですよ。そこでは旬のフルーツのパフェなどがあるんです。すごい、今日特別にこちらにご用意いただきました。なんて贅沢な空間、ありがとうございます。めちゃくちゃ大きい。じゃあまずこちらから、これは何でしょう。
こちら加賀パフェといいまして、ご当地パフェになります。加賀パフェ、はい、2023なんですよね。今年のパフェができたということで、もうすごいボリュームなんですけども、何乗ってるの、美味しいものがいっぱいギュッと詰まっているということで、そうです、特産品がギュッと、じゃあちょっとこれをですね、この加賀フルーツランドの中で作られたいちごとさくらんぼ、あと加賀にある水坂飴の甘酸っぱいソースを、これ見てください、綿菓子、綿飴なんですけど、はい、これにかけるところから始まるんですって、ちょっと映えですよ、いきますよ映えですね、なんか変わるんですか、チュリー、そういうことか、溶ける、ああ、ナイスキャッチ、一人大盛りだからですね、暑いのでね、ちょっと溶けちゃってきた、はい、カフェの中涼しいですよ、溶けちゃってるのか、そういうことか、オレンジ色のが加賀の味平かぼちゃの、この緑色が加賀ブロッコリーなんですって、ブロッコリー、加賀ブロッコリーアイス、でこの白いのが温玉のアイス、もう最高ですよね、ちょっと最高、いただきます、杉本さん最高でしょ、味平かぼちゃだ、あ、最高です、美味しいかぼちゃの甘みと、あ、このやっぱり夏はアイスいいですね、はい、しっかりいただきたい、これでも1個食べるとかなりのボリュームありますよね、そうですね、もうランチ代わりになると思います、ね、もうこれ食べてみていただきたいです。そしてお隣にはかき氷もあるんですよね、はい、どうぞどうぞ、このかき氷が何のソース、旬のものも使ってるということで、そうなんですよ、桃園で採れたブルーベリーと山中温泉の伏見清水という、名水が使われております。氷にもこだわり、だいたい5種類ぐらいがあるということでご用意いただきたんですけれども、ぜひ皆さんかき氷もぜひ味わってみてください。このブルーベリーもここで作られたものです。さあ今日もたくさん満喫させていただいたんですが、ぶどう狩りはいつまでできるんでしょうか。こちらのデラウェアは8月の中旬お盆頃までで、うん、その後はブラックオリンピアという巨峰の仲間がまた9月いっぱいまでぶどう狩りできます。9月いっぱいまでぶどう狩りを楽しめるということですね、はい、そしてここはぶどう狩りだけではなくってバーベキューやパークゴルフも楽しめるんですよ。でバーベキューは食材や飲み物も全部揃えてくれますので、手ぶらで来ても大丈夫ですよね。大丈夫です、ね、詳しくはホームページまたお電話でご確認ください。さあ夏休み始まったばかりです、ぜひ皆さんもご家族で遊びに来てくださいね、はい、さあでは岸さん今日はありがとうございました。ありがとうございます。以上中継でした。お待ちしてます。